ウィタロウです。これタコハイとか、あとねビアボール、あとはもうあの大好きなチューハイ、まあ、こう炭酸で割って飲めるお酒をいっぱい集めてきました。でまずは氷。最近これね、もうロックアイス一択になりました。でロックアイスはほんと溶けづらい。でしかも最近コンビニだとセブンイレブンでしか買えないんで、わざわざセブンイレブンに買いに行くぐらい、もうロックアイスファンになりました。これね 1.1 キロ入りなんですけど、なんかスーパーとかでこう2キロ入りとか売ってて、そっちの方が全然安かったりもするんですけど、むしろ2キロの2キロ入りのスーパーの氷を使うより、このロックアイス使ってた方が溶けなくてコスパいいんじゃないかと思うぐらい、マジ溶けづらい。ちょっとマジちょっとね、騙されたと思って、ぜひ皆さんも試してみてください。めちゃめちゃ美味しいお酒が飲めますよ。ちょっとチューハイを作ろうと思ったけど、しょうがない。じゃあちょっとソーダで割ります。割るっていうか、もうこれソーダの焼酎割りみたいななってるけど、いやー乾杯。炭酸が入ってるからね、飲みやすい。もうちょっと全然溶けないから、ちょっともうこれ使っちゃいます。ビアボールに氷入れちゃう。ちょっと足そうかな氷。もうね、回し物じゃないけどね、マジロックアイス最高。いやもう回しもんでもいいかなと思うぐらい最高。でビアボール3対1、まあなんか自由に好みで割ってくださいなんですけど、おすすめは3対1、炭酸水3にビアボールが1がおすすめらしいんですけど、私結構これ
濃いめがちょっと結構好きなんですよ。ちょっとね、結構量が多いんでね、飲み切るのにちょっと時間かかるんで、あんまり頻繁には買わないんですけど、結構味は好きです。なんかね、ちょっとそのまんま少し飲んだことあるんですけど、結構ね、ビアボール、なんだろうな、ビールが濃くなったような、こう煮詰めたじゃないけど、ビールが濃縮されたような味で、結構ね、美味しい。やばい。これこぼれる以前に量がやばいよね、これ。ちょっと仕方ない、ちょっとソーダであります。もう入らない、しょうがない。乾杯。でも美味しい。ちょっと濃い。ちょっと濃いけど、美味しい。これ、この原液というかビアボール自体はね、度数 16% あるんですよ。意外にね、強い。これちゃんとソーダで割って飲まないと結構ね、だから結構逆にこれ1本で結構杯数取れるんですよ。これなんかね、売って700円ちょっとすんのかな、800円いかないと思うんですけど、なんかね、割高に思えるんですけど、ビールとか飲むよりかは全然確か安くなるはず、単価が一杯あたりのね。美味しいよ。ちょっと割っていいですか。これしかも ビアボールは最初に冷えた炭酸を入れてから ビアボールを注いで軽く一回混ぜて完成って書いてある。ずっと ビアボール最初に入れてた。通りでこう最初に飲む部分より後に飲む部分のが味濃いわけ。いや、
おお。ああ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと、氷全然溶けないでしょ、これ。もったいないから、ちょっとね、ちょっと、チューハイを軽く。おう。チューハイで、氷を少し洗ってタコハイを作ろうと思います。うん、氷移動。タコハイ CM でよく見ると思いますけど、タコハイタコハイって言葉は1980年からあったみたいなんですよ。サントリーの樹氷っていう焼酎の CM の中で出てきた言葉で、タコハイの、まあ、タコっていうのはこう、あれですよ、話に夢中になるとね。タコっていうのは、多い、漢字で多い、幸せでタコ。タコですね。から来てます、タコハイ。幸せなお酒です。で、ちなみに、ちゃんとことぶきっていう、末広がりのことぶきっていう文字がグラスに入っています、はい、で、ちなみにこのことぶきって漢字はサントリーの前身の会社ことぶき屋っていうね、ことぶき屋っていうんですけど、ことぶきっていうところからもおそらく来てるんじゃないかなと思います。あ、ちなみに、サントリーの山崎のこのザキのこの右側のこのザキは実はことぶきっていう感じになってます。めでたいお酒。じゃあちょっと炭酸で割って飲みたいと思います。お酒がすごい下に溜まっているのが見える。いただきます。おほ、おいしい。
これ。ちょっと甘みがあって飲みやすいけどさ、これタコハイの素度数25度ある、これきつ。やばい、ちょっと割る。でも割ってもこれ傘が増えるだけでお酒の量変わらんのよね。これってきたというよりかは一気にフラフラしてきた。ちょっと小さ、おお、ちょっとつらい。25%。あ、さっき飲んでたギガレモン、これ度数 9% だからチェイサーになるんじゃないの。チェイサー、レモンの刺激とこのスピリッツが、びっくりした。これはウォッカが入ってますね。もうダメ。これ金宮だ。じゃあ炭酸。バイバイ。ありがとうございました。